はいどうも、タクタクです。スナックワールドやっていきましょう。さあ、新しいキングオイスターシティのホテルに行こうと言われてますけども。どうなんだろうね、ここは。タウンマップ。あ、なんもないね。じゃあまあ、行きますか。ホテルにね。あなた、ここだ。あ、なんか、待って、誰かいる、誰かいるよ。これ誰？ショップ！ウィッチ。いらっしゃい。マナの雫交換してあげる。ほう。マナの雫。ん？あ、待って。あ、これあれだ。ジェラとかスナックにマナをチャージすると、もらえるマナのことですね。へえ。これ今何個持ってる？あ、122個持ってるよ俺、このマナ。何ができるんだろう。クリアクリスタルソード、クリアピンクパンサー。お、これかっこいい。クリアサタンブレイド、これかっこいいじゃん。一発くじ券、これは何？これ何のマナだろうな。へえへえ。なんかいろいろあるね。これは何？これは何のマナ？これは謎のマナがある。ホリデーランスとかさ、サリアランスとか。待って、俺これ欲しいわ。クリアサタンブレイド。これ5個買えば俺めっちゃ強いんじゃね？これ。でも待って、ブラックの敵に対するダメージが超アップ。ガードバスター。下がり切り。イヤイオロチとか書いてる。これ、待って、とりあえず買ってみる、これ。これ買ってみようか。サタンブレイド、じゃあ、これ何個もあるわけ、これ。とりあえず1個買ってみた。いや、後で装備しよう。うん、とりあえず装備してみた。V3 だからね、ブラックバスターが。これ強いんじゃないか？わからん。さあ、ホテルに行こう。バニーちゃんがいるんだけど、いらっしゃいねー。お客さん予約してるか？え、中国の人？ V4。ビンさんとで、予約している。こっちで合ってるよね、多分ね。オッケー。ビンさんとさんね。待ってたね。ちゃんと部屋用意してるよ。お客さん、この街初めてね。よろしくね。わからないことあったら、そこのバニラちゃんに聞くいいよ。マジかよ。バニラちゃん、バニーのバニラちゃん。お呼びですか？めっちゃなんかサバサバしてそこの子何と思うんだって。とりあえず3サイズを聞こう、バニラちゃんの。な、なあ、3サイズ何教えてくれるの？言わないでしょうね、それはね。完全なセクハラでしたね。まあ欲しい情報が簡単に手に入るほど都会は甘くないよ。よろしくね。情報を手に入れたいなら街で人助けするでもすることね。オッケー、わかった。さっきはごめんね、バニラちゃん。ちょ、もう一回。あ、なんか出てるね。最近付き合ってくれって言ってくるのが多くて、まとめて相手するつもり。え、まとめて相手すんの？あなた、ちょっと手を貸して。え、なにこれ。あ、クエストか。あ、怖えな、バニラ。サラミ荒野ってところに呼び出して、じゃあ12時にサラミ荒野ね。とりあえず武器があればいいから。めちゃめちゃ怖いけど、バニラさん。何すんの、この人。まあ、ちょっと、どこ行っていいかわかんないから、とりあえず、ここ行くか？付き合ってよ、バニラさん。ここ行きますか？バニラを護衛すればいいらしいが、どうなるやら。バニラさんも来るんですね。え、これマジ、バニラさんとかスナックにできたら最高なんだけど。バニラさんスナックにしたいな、俺は。バニラさんスナックにしたいというのか、バニラさんをスナックに勤めに来てほしいみたいな。何言ってんの、もう意味わかんない。さっきゲットした剣がどれだっけな。あ、これだ。ちょ、これ使ってみたいな。と言ってもこれ、ああ、強い。普通に強い。黒い敵でしょ？黒い敵に結構効果を発揮する感じでしょ、これ多分。とはいえ、ベジタブルを倒す。これなんだ？情熱の赤い布。あ、ここかな？なんか旗が、あ、誰かいるよ。何、ミノタウロス。おら。倒した。おわ、バニラさん、僕と付き合う。望み通り付き合ってあげる。違う、ドーン。その付き合うって、付き合うの字が違う。そういうことね。あ、付けるっ
ントンってそういうことか、これ骸骨じゃなくて豚が透けてるってことか。今更だけど、ここは終了。じゃあ次。そう、アンディアさんやっぱ怖い人だったな。橋を渡って出た。フラディウスさん、愛のお家をつく。仕方ないわね。今度は何してんのこれは。暗い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 。おらおらおら、意外と減ってねえな。ちょ、武器を変えよう。武器を、何が効くんだお前は。あ、効かない。何が効くんだ。あ、わたわたわた。こんなところね。強いっす。次で最後。え、ここじゃないの。あ、戻るんだ。さあ次はマスクメロン。さあ私と愛の口づけを。あれ、マスクメロンってこれなんかさ、酒場にいた人じゃねえこれ。何恥ずかしいことやってんのこいつ。スイートハニーって言ってるよ。オッケー。待てバニラちゃん。え、待て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 、ゴブさんまで出てきたけど、どうしたゴブさん。あ、これゴブさんもだった。何やってんだこの人。ゴブさんもファンだったわけね。たくたくありがとう。 わしは虫か。ゴブさんも叩きましたけど、思いっきり楽勝でしたね。あ、ワープして、じゃあ帰りましょう。これでしばらくは大丈夫。本当かよ。大丈夫までいたな。部はないな。バニエさん、また付き合ってくれとん。今度は付き合ってほしくなっちゃった。正々堂々勝負っす。うっす、あの突き刺す痛みがもうやみつきっす。そうそう、それは甘美なる人差し。さあ、あの痛みを私にもう一度。まずんじゃ、バニラちゃんと付き合うのわしじゃ。変態ばっかりに。そう、私もう帰るから。バニラさん、荷物持ってやるとん。うっす、餅つき仕込みの指圧はいかがですか。冷たい金を素敵だよハニー。許さんぞい。バニラちゃんはわしのじゃ。はあ、きっぱり言えばいいのに。あんたらなんかキモいから嫌って言えばいいのにね。言えないんでしょうね多分ね。あ、お客さん帰ってきたね。お、なんかイベントが始まったのかこれは。え、後ろの人怪しい。そこの人がお客さんに何か用事あるみたいよ。どなたですか。すみません、狼男というものでして。まあ何、突然のカミングアウト。あの狼男、サラリーマンじゃなくて。めっちゃサラリーマン。はい、はい、普段はこの通りサラリーマンとして生活していますが、狼男なんです。わかりました、ちょっと待っててください。どうする気。おお、待たせたな。そこにあった光る丸いランプで変身できたぜ。光る丸いランプで変身できんの、どういう仕組み。どうだ、これで信じてもらえただろう。どちら様、本当に狼男だったんだ。うん、それで信じてもらえたみたいだな。本当は満月を見ないと変身できないんだが、調子がいいときは光る丸いもんで変身できるぜ。危険な変態体質ですね。それはさておき、ビネガーパレスへの潜入方法を調べてるって聞いたんだが、うん、俺の知り合いヴァンパイアなら何か知ってるかもしれない。知り合いなんですね。ヴァンパイアと俺は古くからの中でな。どういう関係。俺とヴァンパイアの関係は後で話すとして、まずはローストビーフ行動へ一緒に行ってほしいんだ。そこでもう一人重要な人物が待ってるからな。詳しいことは全部そこで話す。オッケー、これでじゃあ進めますな。眼界行動への道行きましょう。じゃあこれでまた開いて、これだね、眼界行動。こちら行ってみましょう。すごいメンバーや。すごいメンバーで出発だな。あ、ここなんだね、キングオイスターシティって。あんなとこなんだ。さあ、おアヌビスソルジャーだって。強いのか、大したことないな。
その調子じゃ他のお宝も、はい、まあ、サクサクいきましょうか。お、キメラ、キメラ弱、もういない。え、どこどこ、あ、あれかあれか、どうやって攻撃するの。あ、登れた登れた、弱い弱い。なんかいるな。アペペロンどうしたの。うわー、でっけえキメラだった、危ねえ。なんなんだよ。あ、もうついちゃうけど。うわお、ベビーナイトが出てきた。ちょっと待って、違う武器で戦おうか。なになになに、なんかもっさりしてるのがいる。もっさりしたのが、こいつは何、こいつは、こいつのライフパワーが出てこない。トレント、トレント、はい、エレキトリ、エレキトリ、マジまだ出てくんの、しぶてえな。おい、あ、もう、あ、やばい、ジャラが、んー、どうしたものか。これで斧とかの方がいいのかな。でもこれあんま効かないよ多分ね。あ、お、お、すげえすげえ、誰か今炎使った。もうベビーナイトどこ、ちっちゃすぎて見えないんだけど。あ、これか、終わった終わった。まだいんの、またお前かい、おれおれ。おー、強い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 、ガードして、これで今は縦の技を使いました。ジャラブレイク食らしてろ、食らえジャラブレイク。109、弱いな。ローストビーフ炭鉱、ローストビーフ食べたい。ここでいいのかな、この先行く。多分流れ的にここで一旦戻る感じだよね多分。毎回こういうエリアに行ったら必ず最初は戻るからね。ほら、バビンストーン調べろ。はい、オッケー。なんか今いなかった。あ、これ寝てんのか。あ、やられてたのに狼、もしかして気づかなかった。バビューンストーン、はい、一回これで終わります。よーし、お、もらえるぞ、なんかナイフか、あれ欲しいな。頼む、なんだ、よし、あとメロラ姫だっけ。せーの、じゃあ、あった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 、じゃあもらいましょう。フェアリー、クリスタルソード。これ。イェーイ。いいやろ。これちょっと今度使いましょう。風バスターがついてる。うわ、男さん。フランケンじゃねえ、これ。ケンちゃん、強そうな冒険者を連れてきたぜ。男さん、ケンさん、フランケン主体、フランケン、うん、あ、俺はフランケンのことをケンちゃんって呼んでる。俺は狼男を略して男さんと呼んでるふが、ちなみにヴァンパイアのことはん、パイちゃんパイちゃんって呼んでるぜ。なるほど。俺たちのパイちゃんは前まで一緒に暮らしていてな、うん、当時武器の販売シェア1位だったマーロン家で働いていたんだ。マーロン家、俺は執事、フランケンは番犬、ヴァンパイアは用心棒として。俺たちがモンスターにもかかわらず当主は温かく接してくれた。だが当主の存在を邪魔に感じていたビネガーは、ビネガーか、またマーロン家をドラゴンに襲わせたんだ。もちろん俺たちは懸命に戦ったが、力を及ばず当主が帰らぬ人に。なんてこった。そして俺たちはビネガーに復讐を誓った。なのにあろうことか、パイちゃんは、ビネガーにボスとして雇われてローストビーフの奥にいるんだ。そんな強いのか、パイちゃん。パイさん、どうしてビネガーの手下なんかに。用心棒って人かな。きっと操られてるんだ。パイちゃんが元に戻ったらビネガーパレスの潜入方法もわかる。どうかパイちゃんは俺たちの家族を救ってくれ。オッケー。じゃあ、救いに行きますか。ヴァンパイアを。よし、行くよ。もう速攻。ヴァンパイアの真実。あ、待って、でもこれちょっと、剣を俺いっぱいちょっと強化するわ。あの、売ってた剣あるやん。ホテルの近くにね。ちょ、一回ホテルまで行って、はい、じゃあちょっとウィッチからいっぱい剣を買います。
よし、クリアサタンブレード大量に買ってきました。じゃこれを強化してみよう。めちゃ待って、めっちゃ必要やんこれ。足りるかこれ、足りるかな。全部使うぐらいの勢いで、まあ足りなくはないと思うけど、ガンガン上げていこう。え、すげえ必要になるなこれ。でサタンブレードが必要と1個。はい、ほいほいほい。今度はグリーンが60ポイントも必要。はあ、なるほどね。そのためのこういうあれか、エメラルドの抜け殻とかなわけですね。よし、でこれでまた強化しました。そうするとおお122。もっといこうもっといこう。え、これだんだんちょっと怪しくなってきたな。うわ、足りないかも。足りないね多分ねこれね。はい、ここまで強化しました。レベル3、122の強さ。どうかな。これなんかでもつけられないのかな、他に。おまけパワーみたいな。つける方法ないんだろうか。まあいいや。はい、これでちょっと戦いに行ってみよう。ここだね、ヴァンパイアの真実。ここに挑みます。行くぜ！クエスト出発！キングオイスターシティか。眼界行動ローストビーフ。なんかさっき来た時と雰囲気が全然違うな。行きまーす。血が騒ぐぜ。いい月が出てやがる。準備はできてる。いつでも出発。はい、もうしますよ。ここはどんな敵が出てくるのかな。カイちゃんはこの奥だ。はい、マーメイドいますね、いきなりね。さあ、普通に攻撃してもやっぱあんまり強くないな。やっぱこのバスターが対象の敵にやんないとね。黒い敵っていないのかな、まあ、ヴァンパイアには効くと思うんだよね。ヴァンパイアってほらなんか黒いマントをつけてるイメージあるやん。だから多分大丈夫だと思う。はい、はいはいはい。お、カーバンクル、おりゃおりゃおりゃ。フェアジーもいるな。なんか落とした。はあ、イエロープルーン。まあ結構必要になりますからね、こういうのはね。やった、バイオレットエースシールド。すんなりゲットしちゃった。こう目玉ジャラだったもんね。よし、さあ向かいましょう。パイちゃんの元へね。回復して。さあ俺はヴァンパイアにこれが効くんじゃないかなと踏んでいる。これは強いでしょ絶対。楽しみやな。行くぜ。オープン。ほうほう。え、めっちゃ強そう。ですって言ってるよ。お前たちはここで終わりです。え、めっちゃパイちゃんだけ全然別キャラやん。これ聞いてんのか。おお、強い強いよ。お、どこ行った。デスニンニクブレス。これなんかあれだね、あのピノキオバージョン 3.0 と同じ人じゃねえこれ。なんだっけ、アビコさんじゃねえや、なんだっけ、小屋、なに、もう、ちょっと忘れて、ごめん、どう忘れました。ちょっとこれ、あれだな、味方のステータスをちゃんと気にしてないと、やばいな。くれ！ちょっとジャラブレイク狂わしてやりたい。なになになに？はぁ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 、どこにいる、どこにいる、どこにいる。ガードしながら行こう、ガードしながら。どこ行った、どこ行った？え、どこ？どこ行った？チャンス！お、よっしゃ！ジャラブレイクを食らわせよう！いやいよろち！おお、めっちゃ効くめっちゃ効く。おら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 ！からの！おりゃー！ジャラブレイクめっちゃ効いたね、今。いやいよろち。クリアしたぜ。やっぱ強かったの、この剣の。そして意外とあれだ、すんなりクリアできちゃうっていう。なんだろう、やっぱどこもそうなのかな、こういうクオリティなのかな。ちょっとここみんなどうだった、難かった。個人的にはちょっとこの剣が強すぎてぬるゲーでした。
さあパイちゃん何があったんだ。パイさん足長っ、どうしてビネガーなんかの手伝いになってるんだよ。パイさん答えてほしいふが。気づいたんです、ビネガーにはどうやったってかなわないって。え、だがお前らはビネガーへの復讐を忘れることはないだろう。そして再びビネガーに戦いを挑めば今度は確実に殺される、そう思った。だからってビネガーの手伝いになる必要はないはずふが。ダンジョンのボスをやり続け、ビネガーから信用を得て、ビネガーに近づいたその時、これでファイナルです。自らの手でビネガーに天罰を下してやるつもりだった。なるほど、賢いな。許さないふが、どうしてそんな大事なこと黙ってたふが。一人で抱え込んでんじゃねえよ。血が騒ぐぜ。俺たち家族じゃねえのかよパイちゃん。男ちゃん、パイさん、これから3人ずっと一緒だ。仲直りできてよかったね。そろそろ潜入方法をまあ友情もあれだからな、まあでもここは本当に良かったと思う。このモンスターの3人のね友情、昔ありましたけどね。なんだっけ、あんたのおかげふが、あ、そうだった、教えてくれ潜入方法を。こいつがビネガーパレスへの潜入方法を知りたいんだ。知りたいそうだ。ビネガーパレスへの潜入方法、よく見たら怪物くんみたいって言おうと思ってやめたけど、俺帽子かぶってるし、この4人も怪物くんみてえじゃん。なんかファイさんほど優秀なボスなら知ってるに決まってるが。いや、私は所詮雇われボスのみ。そんなはずないです。潜入方法はトップシークレット、知りもしないです。何？なんてこった、単にあれだな、助けただけだな。あ、悪い、せっかく協力してもらったのに。俺と言っちゃなんだが、ショータイムの始まりだぜ。俺をスナック登録していつでも呼び出してくれ。おう、狼男か。これボスってスナック登録できないもんな。本当はヴァンパイアの方が良かったよ。実は狼男のスナックを手に入れた男さんこれも出るんでしょうね、そのうちスナックとしてね。フランケンはダメなの、フランケンも登録しちゃうけど。私の家族をよろしくです。単に人助けしただけだったな。はあ、そうですか、ヴァンパイアさんが退職届を。もうちょっと使えると思ったんですけどね。ちゃんとしっかり頑張ってくれないと、我が社の武器が売れないじゃありませんか。そうですね。まあそれもスカードンが復活するまでのこと。ビネガー様、ええ、スカードンの力で世界中のモンスターが凶暴化。モンスターの対策に人々は皆武器を買い、我が社はがっぽり儲けるというわけですね、ビネガー様。ウスターちゃん、さすが分かってますね。お願いしますよ。新しいキレッキレのアイディアを期待してますよ。ありがたきお言葉。こいつが参謀ですね。さて次は彼を使いますかね。グフフフフ。誰だよ、誰なんだよ。ちょっとこう気になるから、この後だけちょっとチラッと見ようぜ。誰のこと言ってんだよ。戻ってきた。タクタク、おはよう。ビネガーパレスへの行き方何か分かった？全然がねえわ。人助けまでしたのに。そっちもダメか。前に一緒に来てたよね、スナックとしてね。あ、一体どうしたらビネガーパレスに行けるんだ。はい、私はやることがある。ビンさんと知ってんじゃねえの。え、やることって、やることはやることだ。だってビンさんともビネガーを倒すんだろ。は、まさかメローラ姫とスナラインか。違う。タクタク、お前も一緒に来てほしい。タクタクだけ。そうだ、いいよ、ここ素直に答えとこう。詳しい話は歩きながら話そう。ついてきてくれ。チャップたち置いてきますけど、行っちゃったわね。私たちどうする。クエストしながら情報を集めよう。そうでごわすな。え、ゴブさん、ゴブさんはゴブさん。バニーちゃんに、
メロメロなのかな。犯人は誰だ。チリペッパー警部の次元簿。昔ペッパー警部っていうピンクレディの曲があったけど、関係あるそれは。さて、お前には私の調査を手伝ってもらいたい。街で情報を探っていたら、ある男の情報を手に入れてな。この街にはビネガーのことを調査している刑事がいるらしいんだ。それがペッパー警部。刑事。まずはその刑事を探して、話を聞いてみようと思う。その刑事の特徴は、噂の刑事というのは、がっしりとした肉体を持ち、自分の筋肉に自信があるマッチョな刑事です。そうだ。マッチョ。興奮してるよ。最近はビネガープライスの商品に怪しいものがないか。デパートの、コツコシ。ああ、デパートの名前ですね。調査しているらしい。私たちもコツコシに向かうぞ。あ、三越のことか、これ。あ、四つ越しね。今俺、コツコシって言うの。大丈夫？日本語わかってるよね。三越のパクリですね。四つ越。はい、というところで、じゃあ、今回はこの辺にしたいと思います。お前、ニャンコいつも、来るね。なんか意味あんのかな。はい、それではこの続きはまた次回。それでは最後にトレジャーボックスを開封していきましょう。さあ、残り2個のトレジャーボックス、まだね、グレートレアが1つしか出てないので、どっちかがグレートレアなんじゃないかなと思っております。一番下、これを開けていこう。ちょっと見てこれ、チャップとマヨネが仲良さそう。なんかいい気がする。いきます。せー、あ、まだだわ。せーの、はい。ああ、プチレアのウッドワックスが当たりましたね。いやー、なんかマヨネとチャップが仲良さげにミニフィギュアで入ってたからさ、期待してたんだけど全く関係なかったね。はい、というわけで次回ついにね、最後ですよ。これがグレートレアかシークレットであることを祈ってます。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は画面の下にあるおすすめ動画か続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人はチャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。